<laughs> 愛国心強いやつはバカ本当に愛国心がある人はもう海外にいやひろゆきが海外に行ったら日本じゃもうあれでしょ借金まみれになっちゃったからでしょ俺知ってるもんだってそれ裁判起こされてあれがアーダコーダで逃げるために国外逃亡したんだろうがお前それでなんかフランスはいいなとか言っても日本の悪人知ってんじゃねえぞお前あ <laughs> やめよまた同じ話になっちゃうから怒られるからおめえみてえなたらこ唇ビールでザ日本人俺世界で一番パリ似合わない男だと思ってるんでもうやめた方がいいですよ 江戸川区顔してるじゃん。江戸川区顔。<laughs> バカ冗談通じるよ。じゃあ,あの人がマジになるのは、じゃ、対ジャーナリスト、対芸能人、対政治家に対しては、あの目つきが目がパキっちゃうのね。生主とかは別に殺害をされてもうやめないよ、みたいな。相手にされてねえから。ただ、もう敵と見なした時のあの人の顔わかるでしょ。あの、勝馬と喋ってる顔になったらもうやべえよ。 そしたらもう一人前よ。だって、ひろゆきに認められたってことなんだもん。たまにさ、俺昔さ、ニコ生でさ、あの、配信者雑談とかやってたんだけど、たま、たまにね、なんか、不点があるのが、いや、それはマジでどさ襟をどさなきゃいけないみたいな時って、本当にあるの、スイッチ入る時なんだっけな、すげえくだらねえことでスイッチ入ってたんだよな。あの人多分さ、もう、日本を捨てたから、からフランス人だ、まあ、フランス人なんだろうけど、あれあの人ってさ、 え永続的に住める権利持ってるフランスにフランスバカにするとマジで切れんの本当に <laughs> フランスバカにした時はマジで切れるの永住権持ってるあ持ってるんだすげえバカにすんのフランスバカいやフ,フランスバカにすることなんかあるでしょあいつらだってさまだいまだにタバコポイ捨てしてんだよ ポンつって、店の外とかさ、タバコだらけで、汚えじゃん。とか言ったら日本もそうですよね、みたいな。歌舞伎町の下の高架下とか言ったらすごいしょンペン臭いですよね。それに対してはどう思いうますかみたいな感じで。めちゃめちゃ早口で、お、そうっすか。まあ確かに僕はフランスにも行ったことがありませんし、ひろゆきさんは両方知っているんで、まあそれは僕はまと、負けを認めざるを得ないですよね、みたいな。 うんこちゃん西新宿に住んでるんですよね。新宿都庁の下にホームレス何人いるか知ってますかおそらく600人ぐらいいるんですよ。そのホームレス,ホームレスたちのゴミどうしてるんですかフランスではそういうことないんですけど、みたいなことすげえ言ってくんの。そうっすね。そう言われちゃこっちもおしまいですね。すいませんでした。負けを認めざるを得ない。だってそれがしょんべん横丁とかいう文化になってるんですよ。そんなの国に一本だけですよ、とか言ってくるんだって。しょんべん臭いことを文化に誇ってる国民なんて素晴らしいんですかみたいなこと言ってくるの。 たらこ唇で、絶対言ってくるから。俺だから、俺はもう、フランストークはしないって決めてる。知識が豊富だから、そういうことができるんで。だから、売れてるじゃん。<laughs> うぜえ事実を述べてるだけですようぜえ一番うぜえ言葉事実を述べてるだけですよ俺二つ嫌いな言葉があって、マンダの流星群は強いと事実を述べてるだけですよ。この二つは、 もう、ヘドが出るほど嫌いですね。タイ行けよ、バカ誰れが。きったね、午後バーとかでさ、薄、ねえ、<laughs> 何がフランスだよ俺タイ行きます、明日から。タイで川魚食います。写真もあげます。広雪にリップ飛ばすわ。広雪さん、タイの魚美味しいですよ。フランスの魚はね、フランスはね、地中海と、地中海も近くて、すごく鮮度のいい南の方に行くと、あの、ワインも美味しいですし、みたいな。あいつ飯でもマウント取ってくるからな。 ブルゴーニュ地方があだこうだ、みたいな。データ野球。ID 雑談してくるのね <laughs>。あの、下級兵たちはさ、入ってくんじゃねえぞ。ベーシックインカムについて。俺も、今度、え、俺もやっちゃっていいのベーシックインカムについて。ベーシックインカム最高よな。最高だよな、ベーシックインカムな。ただで、ね、ばーって金13万ぐらいもらえてな。今度やるべ。 ユロユキさん、ベーシックインカム俺と一緒に語りましょうよ、つって。超会議の時とかもさ、あの、もう、夏野とヒロユキって、もう二大めんどくせえじじいだよほんとに。俺初めて配信中に、ああ、マジでめんどくせえって思いながら、俺なんでこの二人をチョイスしちゃったんだろう、みたいな。はははやめあれ、なんだっけなんゆ、 あいつが口の中でワイン転がしてるぞ、そした吐はっきりした。した <laughs> いいワイン飲んでんだろうなうん、美味しい。全然感想もさ、ビールとかもさ、カーうめーとか言えばいいじゃん。うん。美味しい。薬丸さんとひろゆきだけだぞ。あんなに美味しいもの食べた時にテンション下がる人。これ、美味しい。